エンジニアリングサービスとは、日本のデジタル放送において、衛星放送や地上波デジタルテレビ放送の電波を利用して、特定の受信機のソフトウェアの最新版やすべての受信機に共通するデータを電波に乗せて配信する仕組みである。ES と略される。デジタル放送対応の受信機であるテレビ、DVD レコーダーやブルーレイレコーダーなどには内部にコンピューターが搭載されていて、 コンピューター内蔵のソフトウェアにより受信チャンネルの切り替え、電子番組表の表示、録画やダビングが制御されている。デジタル放送対応の受信機のソフトウェアはしばしば改良や不具合の修正のために新しいバージョンに更新されることがある。デジタル放送におけるエンジニアリングサービスでは新しいバージョンのソフトウェアをテレビ放送が 衛星機関放送事業者として BS1 と同じトランスポンドの2スロットで配信論理 929CA1 ラパダウンロードの電波に含ませて日本全国で使われている受信機に配信するソフトウェアを配信する際はそれがどのメーカーのどの型番用のものであるかの情報も送る受信機はメーカーや型番が一致したソフトウェアを受信して自動的に 自分自身のソフトウェアを最新版に更新する。通常は規定で自動受信する設定になっている。各受信機ではメーカーごとにダウンロード、オンエアダウンロード、放送ダウンロード等と表現される。なお、このソフトウェア更新はインターネット経由でも可能になっている場合が多いが、当然ながらインターネット接続が必要な上に、 リモコン操作が必要なことから、基本的にメーカーは放送電波の受信によるダウンロードを推奨している。受信機の機種に関わりなく、共通に利用される全受信機共通データも放送電波に乗せて配信される。これは、電子番組表で使用されるチャンネル、放送局のロゴ、番組のジャンルコード表、番組特性コード表、予約語表など、 受信機の機種に関わらず共通に利用されるデータである。地上波デジタルテレビ放送ではこの他に、各地域の放送局の周波数リストや、新しい放送局や、中継局が開局するといった情報も配信される。なお、全受信機共通データは、必ずしも常に送信されているわけではない。デジタル放送受信機では、ワンセグ受信機など一部を除き、極力、 主電源を切ったり、コンセントから電源プラグを抜いたりしてはいけないとされている。これは ES のソフトウェアやデータを常に放送で受信できるようにしておく必要があるためである。ありがとうございます。